はいどうも、ボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。えー、本日もお酒飲んでみたシリーズやっていこうと思います。えー、今回で244回目でございます。えー、今回いただきますのは、えー、宝酒造から出ております、宝焼酎ハイボール和歌山産8作割でございます。こちらのがアルコール7%、果汁1%となっております。えー、言わずと知れた、えー、宝酒造から出ております、えー、宝焼酎ハイボールのシリーズでございます。 えー、こちらがですね、2022年1月11日から、えー、限定で発売されております、えー、和歌山産八作割でございますね、えー。なんかちょっと前に、なんか愛媛の洋館割みたいなものを見ましたが、飲みましたね。えー、なんか失敗したような気がします、えー。今回は成功してるんだろうと信じて飲んでみたいと思います。 なんか糖質ゼロになったらしいんではい新しいのをいただきますあーこう来ましたかあの硫黄缶割りの時の悪夢が思い出されるような気がしますあの焼酎の味しか私にはしないんですけども あとでなんかその柑橘っぽいようなみかんっぽいようなあの風味みたいのがふ,ふわっときますよねはいほぼもうこれは焼酎です <laughs> 焼酎味の炭酸っぽいやつですねこれが発作で糖質ゼロにしたのがいけないのかなというような気もしますよねうんなんか甘さがないからそう感じるのか分かりませんけどもほぼ焼酎の感じがしますこれ どうもなんか相性が悪いですねこの辺のシリーズにはあ、まあ、ちょっとこれは私はちょっといただけないですご視聴ありがとうございますチャンネル登録高評価低評価コメントなどよろしくお願いいたしますまた次回の動画でお会いしましょう